ゼロ戦は昭和15年8月19日の初陣以来、日中戦争において驚異的なペースで戦果を記録。さらに太平洋戦争勃発と同時に西太平洋や南方方面へ進出、予想をはるかに上回る性能を発揮し、瞬く間に太平洋からインド洋にかけての制空権を獲得していく。真珠湾攻撃から2日後、日本海軍の陸攻隊は12月10日のマレオ非海戦において、イギリス海軍が誇る最新鋭戦艦プリンス・オブ・ウェールズと巡洋戦艦レパルスを航空攻撃によって撃沈。航空兵力を持たない艦隊がいかに無防備であるかを知らしめた海戦となった。昭和17年4月5日、真珠湾攻撃に成功した南雲忠一中将率いる第一航空艦隊は、加賀を除く5隻の空母でインド洋に進出。セイロン島沖海戦が起こった。これは南方方面の資源を確保すると同時に、中国蒋介石軍への支援ルートを遮断する目的で、イギリス極東艦隊の根拠地セイロン島のトリンコマリーと将校コロンブに打撃を加えるという奇襲作戦だった。この時出撃した機動部隊のゼロ戦36機は、イギリス戦闘機ホーカーハリケーンを含む42機と空戦を交えた。30分に及んだ空戦でホーカーハリケーン14機など合計で二十数機を撃墜した。バトル・オブ・ブリテンで活躍したホーカーハリケーンだったが、意外にもゼロ戦の対戦相手にはならなかった。制空権を獲得した日本軍はコロンボとトリンコマリーへの爆撃を成功させた。そして攻撃隊はイギリスの巡洋艦コンウォールや空母ハーミスを撃沈するなど大きな戦果を上げた。誇り高きイギリス軍はゼロ戦を前になすすべもなかった。ホーカーハリケーンという飛行機は非常にスピードの、まあ、速い飛行機だなというふうに思いましたし、向こうではゼロ戦というものの性能を研究してたんじゃないかなというふうに後で思いました。というのはね、我々できればトモイ戦といってこう格闘戦に入ってもらいたいわけです。そうすると非常に、撃ち落としやすいわけですよね。ところが彼らはその格闘戦を避けて、我々の後追従するとスーッと逃げるんですよね。逃げるというか下へしていくわけです。それを追っかけていくとずんで離されちゃう。そしていつの間にか向こうの機銃陣地とか広角砲陣地の方へ誘導されちゃうんですから、もう弾幕で取りまくられるというような形で、この時私は共同撃墜も入れまして4機撃墜をしたわけです。そしたらところが私の 前へややハリケーンよりも一回り大きな飛行機が出てきた。これは何だろうと思ってよく見たところがフルマーという複座戦闘機だったね。これを私はこれなら早く脅せると思ってやったんですが、彼はなかなかその技術が優秀で、私が狙って撃ってもなかなか落ちないんですよね。というので今度はイギリス行って彼と会った時にその話をしたところが、私は彼がベテランですごいその飛行機を滑らして私を射撃を命中させないようにしたなと思って聞いたら、そうじゃなくて私の撃った弾が操縦装置当たっちゃったんだそうです。で火事には効かなくなっちゃった。だから頭はこっち向いてるけども
実際は飛行機が滑ってた。それで、帰って命拾いをしたと。で田んぼの中へ付着して、どうやら助かったという話をしました。まあ笑い話になりましたかね。敵を攻撃してうわーっとおいでになる時に私がたまたま後ろについてたんですよ。後ろについてた間へ割り込んで疾患系こういうふうに感情なこう旋回をしてくれる。これだったのお忘れ向きですよ。私はのところへぶつかったもんだから落下して非常に、幼稚な1年生ではあったけれども、驚くことなく攻撃ができたと。三菱の堀越二郎とその設計チームの執念は、物資不足の日本にありながら世界でも例を見ない高性能な戦闘機を生み出すことに成功した。長大な航続距離、優れた上昇力、そして独創的な構造、ゼロ戦のデビューは世界の戦況を一変させた。連合国軍は進出鬼没のゼロ戦に未だかつてない脅威を感じていた。ではそれまでの日本の戦闘機とゼロ戦との違いはどんなところにあったのだろうか。もう安定性が全然違うんですよね。特に地上滑走なんかやってみるとね、96戦は軽いもんだから、ちょっと横風受けるとね、整備員に横負担ついてもらうとすぐ風向いての方に向いちゃうんですよね。ところがゼロ戦っていうのはね、どっしりしてるからね、非常に地上滑走なんかも安定がいいし、本当によく見えるしね、まあ本当に信頼性のあるいい飛行機だねと思いました。ゼロ戦になったらですね、急力管制よりスピード速くなったのね。着艦する航空母艦に降りるスピードっていうのは速くなっちゃ困るわけですよね。ちょっと普段ドア開けても何でもないのに、台風の時にドア開けたらば飛んじゃう。だからスピードが速くなれば途端にね、大きな力がかかるから、火事の時も同じように高速でも急降下して突っ込んできた時にえいって引いたらばギュッといってね、失速してまだひっくり返るだけならいいんだけども、羽が折れちゃう。だから舵をはどうしても重くしとかなくちゃ。でその重いままで来ると航空母艦の上で引き起こして着陸ストンとこう落とそうという時に今度ちっとも動かないと。でそのバランスをねどうやって取るかっていうことなんですね。でそれが堀越さん後で戦後になって博士論文にもされたんですけど、操縦系統のね剛性を変えるということ。コンピューターも使わなければ特別なそういう切り替えもしないで自動的にオートマチックみたいに動くという、無断変速で動くようにしたっていうのがゼロ戦の特徴なんですね。ゼロ戦最大の特徴の一つに操縦性能が挙げられる。それは低速でも高速でも操縦桿の操作が同じような感覚で行えるというものである。試作機十二式艦上戦闘機においてテストパイロットから高速になると操縦桿が重くなり昇降舵が効きすぎるという指摘がなされた。試作機は操縦桿を少し動かしただけで容易にひねり込みや宙返りなどの特殊飛行ができたが、その場合極度の G がかかりパイロットが飛行中に気絶する可能性がある。しかし昇降舵の角度を小さくすると今度は着艦時など低速での効き目が不足してしまう。設計責任者の堀越二郎は最終段階に来て大きな難題にぶつかった。以前試験したレバー比可変機構を操縦系統に組み込むことも考えた。だが仕組みが複雑で重量も増えてしまう。試案の末堀越が導き出した答えは昇降舵のケーブルを規定のものより細くしその伸びを利用することであった。つまり低速では風圧の影響を受けないため操縦桿の操作に舵は自然に反応する。高速になると風圧が大きくなり昇降舵が重くなる。そこで操縦桿を操作すればケーブルが伸びて低速時と同じ操作角で同じような操縦ができるというわけである。いとも簡潔な方法である。
もちろんね、高速になるとちょっとしたことがうんと大きく変化しますけれども、操作は非常に滑らかで、低速もよく舵が効きました。それから高速でもね、そんなに困るということはないと思いましたね。今まで、90線から15線、96線と乗ってきた飛行機に比較して、若干速力も、うんと速いし、それから重量も多いから多少重い感じはするけれども、その割合に操作が軽くて楽ですよね。一番効くのは昇降台ですから、引っ張った時に同じだけ引っ張っても実際には舵に行く力はね、半分、動きは少なくなる、半分ぐらいしか後ろは動かない、そういうオートマチックみたいな感じで自動的に伸びを利用して、で操縦桿引っ張って、低速だと伸びないでギュッてやるからこう動かしただけこういくんですけども、で高速だとギュッと力かけても滝に同じようにだけ引っ張っても実際には出てくるのは少ない。パイロットっていうのはどのくらい自分が無理してこうかけてるかっていうのは、その水平線がいつも見えてるわけじゃないから、自分の体にかかる力で飛行機がどんな運動してるか感じるわけですよね。だからその操縦桿を引っ張った時に体にかかる力っていうのは低速でも高速でもね、同じだけ引っ張れば同じようにこの G が来る。操縦桿に必要な力と重さとパイロットに来る力の関係が、その3つがいつも同じようになるようにすることを考えたんですね。それがゼロ戦にもおっしゃったように、だから高速急降下してきてこう引き起こしても、低速で航空母艦に降りるようにこうやって低速でこう引き起こしても、そういう時の操縦性が非常に楽になっているんですね。普通の航海でしたらね、そんなに難しい操作ではないと思います。ただ、船がですね、見えるように動くんです。ピッチングといってこういう操作、ローリングといってこういう運動、それから一番困るのがヨーイングってこうケツを振るんですよね。そののが一番困るんですが、それとて普通のこの昼間の着艦発艦はそんなに苦労じゃないと思います。ただ怖いのが夜間着艦ですね。これが非常に怖いんですけども、これもやっぱり慣れてくれば、また我々はそういうことを常に訓練をし、また自分で自分の研究をしておりましたから、そんなに難しいというふうな感じは今でもしておりませんね。操縦系統の剛性を低下させた結果、ゼロ戦は大変操縦しやすく安定性のある戦闘機となった。同時に上昇、降下、旋回といった巴戦における最も重要な性能の向上にもつながった。96式艦上戦闘機から乗り継いだベテラン搭乗員たちはまるで自分の手足のようにゼロ戦を操り、独自の必殺技を編み出した。それが宙返り左ひねり込みだった。それは敵に後ろを取られた時 2,3 回宙返りをして敵の後ろに回り込む戦法である。宙返りをした時その頂点付近で失速寸前まで速度を落とす。さらにそこで左に旋回、より小さく回って敵をやり過ごし、その後ろを取っていた。ひねり込みっていうのはね、俗に言うその格闘戦の敵の一番このスピードの落ちてるそこをうまくね、スピードが少なくて舵の利きのいいところを使うわけです。そうすると小さく回るわけ、だから相手が前で出てくれるわけですよ。どうもひねり込みっていうのは我々の先輩がみんなひねり出した技なんですかね。難しいです。一歩間違えば失速しちゃうからね。一番その効率性のいいところで相手を前で飲めらせるんですから、これがいわゆる格闘戦の極意なんです。
ですよね。ところがグラマーさんとやるときにはそれもう向こうは承知してるから、スピットファイアだってね、背景だってそれ格闘戦に入ってこないですよ。どっちかというとやっぱり左に導きますね。後に つながるときに楽だから、なんかこっち向いてるときに思い切ってこっち回すのこれは大変ですからね。だからやっぱり関連性のあるところにどうしても行くようになりますね。プロペラはぐるぐる回ってますから、これはコマみたいなもんですからね、ものすごくその動かすときに振り回されるんですね。だから左回りのときと右回りのときは全然違うんですね。で日本の飛行機はエンジンだ全部こう右後ろからパイロットから右回りなんですけど、イギリスなんかはね、ロースルームのスピットファイアは初めは右回りだったのはエンジンパワーアップしたら逆回りにしちゃった、減速歯車の関係でパイロットはね、その最初に振り回され方が違うんですね。でえらく戸惑ったということが書いてあるね。ベテラン搭乗員たちが編み出した宙返り左ひねり込みという戦法はゼロ戦の特性を生かした操縦法だったことがうかがえる。ゼロ戦はどの戦闘機よりも小さく旋回することができた。そのため巴戦になっても難なく敵の後ろを取ることができたという。しかしエースと呼ばれ生き残った日米のパイロットたちは同じことを口にする。それは先手必勝、相手を先に発見し攻撃態勢を整えて優位に立ち先に攻撃を仕掛ける。巴戦ばかり挑んでいたら命がいくらあっても足りないということである。64機を撃墜したエース酒井三郎は普段から視力を鍛えていた。それも目に良いと言われていることは徹底して行った。まず朝起きると緑を見た。また遠目を利かすため遠い山の稜線にある樹木の枝ぶりまで見極める訓練をした。そして極めつけは昼間の星を発見することだった。事実酒井は常に誰よりも早く敵機を発見していた。搭乗員の視力もゼロ戦の性能の一部と言えるかもしれない。またゼロ戦の着座位置は高く風防からの視界は大変に良い。戦闘空域に入ると搭乗員はまず後ろに気を配った。そして旋回、時には背面飛行になり下方への注意も怠らなかった。ちょっとした気の緩みが死を意味することを彼らは知っていた。私の目は本当に自慢ではなかったけども、いつも2コンマという一番最高の視力を持ってたし、この視野がうんと広がった。これ前を見ててこっち大体分かるんです。それ特に戦闘機はその視野も広がなきゃいけないということをよく言われましたね。早いもの、早く見つけた方が勝ちですよね。それに対応する体制を取れるんですか。レーダーのような広い視野を持ったベテラン搭乗員たちと世界最強の性能を誇った戦闘機、この2つの力が一つになることでゼロ戦は獲物を求めて大空を舞う現しのごとく二太陽の空に君臨していった。ことごとく先手必勝で勝利を収めていくゼロ戦。連合国軍は開戦から間もなくするとゼロ戦の脅威に気がつき、ゼロ戦との格闘戦を避けるようになっていった。しかし実はこの脅威の性能に開戦前から気づき警告を発していた人物がいた。アメリカの退役軍人クレア・エル・シェンノートである。彼は日中戦争の頃から中国蒋介石軍の空軍軍事顧問として日本軍と戦ってきた。96式艦上戦闘機の優れた性能に驚愕し
続いて登場したゼロ戦にはそれ以上の脅威を感じ取っていた。シェンノーとは太平洋戦争開戦以前からゼロ戦の恐るべき性能を詳細にまとめ写真付きの報告書をアメリカ本国に送った。しかし日本にそんな高性能の戦闘機が作れるはずがないと頭から無視され検討されることもなかった。また重慶に駐在していたイギリス武官も同じような報告書をイギリス極東軍司令部に提出したがやはり無視されている。このことは日本軍にとって好都合であった。そして意外にもこの警告を無視したアメリカ・イギリス両国は共に太平洋戦争でゼロ戦による大きな損害を被ることになった。シェンノーとは昭和16年7月、中国においてアメリカ人士官パイロットと整備員による傭兵戦闘機部隊アメリカンボランティアグループ AVG を組織している。通称フライングタイガーズと呼ばれカーチス P40 のシャークマウスとともに有名になった部隊であるが、ゼロ戦との交戦はなかった。ゼロ戦とほぼ同時に実戦配備され性能面でも近い戦闘機はアメリカではメル P39 エアコブラ、カーチス P40 ウォーホーク、グラマン F4F ワイルドキャット、そしてイギリスではスピットファイヤーなどがある。エアコブラは操縦席の後ろにエンジンがある一風変わった戦闘機である。交渉出力は1150馬力、最高速は592キロとある。ニューギニアラエに進出した台南航空隊がポートモレスビーの連合国軍基地を初めて攻撃した時に初空戦を行っている。ただし交渉性能とは裏腹に全くゼロ戦の相手にならなかった。カーチス P40 ウォーホークは真珠湾攻撃の後ゼロ戦が最初に戦った戦闘機である。出力は1150馬力で最高速度はおよそ590キロ、数値ではゼロ戦より勝っていると思われがちだがこれも実際には勝負にならなかった。よくゼロ戦と比較される名機スピットファイアはロールスロイスのエンジンを使用し最も多く生産されたマーク5で出力1470馬力、最高速は600キロを超えていた。北アフリカやヨーロッパ戦線で戦っていたベテランパイロットとともに極東方面に配備されたがことごとくゼロ戦に撃墜された。スピットファイアーもゼロ戦と同じように改良を続け量産されたが、ゼロ戦と違うのはエンジンの出力が大きく進化したことである。名機と言われたスピットファイアやメッサーシュミットは700数十キロしか飛べない。時間にすれば2時間から3時間であるが、空戦時間を考慮すれば行動半径は1時間以内ということになる。ドイツでも同じような時代にメッサーシュミット作ったけど、メッサーシュミットだともうフランスから出て行ってロンドンまで行ってね、ちょっとやってると僕空中戦してると燃料がないって赤灯がついちゃうと。そこら辺がだから設計としてそのスピードを重視するか、スピードも火力も重視すれば旋回性と高度距離は我慢しなくちゃいけない。初戦でゼロ戦と最も多く戦ったカーチス P40 や F4F ワイルドキャットの航続距離は1500キロ前後だった。空戦を考えれば行動半径は1時間30分以内ということになる。ゼロ戦はラバウルからガダルカナルまで片道560海里、およそ1037キロを移動して30分の空戦を連日行っていた。往復2074キロ、空戦を入れて7時間以上の行程だった。
連合国軍が持っている戦闘機の概念からは考えられないほど優れていた。いや、日本の軍部ですら同じであったという。いかにゼロ戦の航続距離が常識から外れていたかが分かる真のエピソードである。まさに信じがたい行動半径だった。ゼロ戦の場合、空母の発着艦は熟練した搭乗員が多く、失敗するケースはほとんどなかった。日本海軍の主力空母は加賀クラスで排水量が3万4000トン前後、艦載機数はおよそ70機で、飛行甲板はおよそ250メートル。空母は発着艦に際して向かい風方向に時速16ノット以上で航行する。飛行甲板上の配列は最前部にゼロ戦が位置し、その後列に艦上爆撃機や艦上攻撃機が配置される。したがって最前部のゼロ戦はおよそ50メートルの滑走距離しかなく、そこから発艦しなければならなかった。ゼロ戦は揚力が大きく、空母からの発艦は着艦に比べればさほど難しくはなかった。問題は着艦である。空母は航行しているため大きく揺れている。それにゼロ戦の機体を合わせなければならない。第一旋回、第二旋回、第三旋回と着艦体制を整え、最後の第4旋回で空母の甲板上のラインに合わせて着艦フックを下げて着艦する。そのための訓練っていうのは、陸上の時は飛行場にラインを引きましてね、艦隊と船と同じような着陸訓練、もう正真正銘着陸を想定した訓練ですけど、その場合は風に対すること、から母艦と違って静止していること、母艦はこう動きますね。風が向かい風の深い強い時とか弱い時とかいろいろあるから、そういったものを想定して、着艦そのものをやっぱりやっているつもりでやらないと、いつまでたっても同じ失敗を繰り返しますんで、洋上でやる母艦の上で常に静止した状態は逆を言うとありえないということです。その両方を頭の中に描きながら、相当最初のところはもう訓練をやりましたね。それは事実あるんで、ドンときます。上がってきた頂点でぶつかればドンときますね。だからそういった不安が当然つきまといますから、この飛行場のラインでして、この飛行機も同じように軸線をピタッと向かってきますよ。それでここからスーッと滑り込んでくる。これが普通の着艦で、風が高かったり大きかったり波が高かったりすると、一番心配なのはドンって来たりドンって蹴飛ばしたりするから、波をそれがないように、第三旋回ではこのぐらいに来て、こういうふうに飛行機をこっち誘導しながら、頭を誘導しながらこう来ます。これ第四旋回終わります。これから着陸します。着陸するときにここでスーッと滑り込むのが、ここのところで滑る、いわゆるこういう掃除です。こういう掃除の意味分かりますかね。ここでスーッと来て、ここで一旦空気上に乗るんですね。空気の上に乗っかっちゃったところでもって、こんな車輪の滑り込みをやろう。これができるようになったら、の鳩でもカラスでも同じことでやってますよ。この地球の近くでパタパタってスンと見るんです。あれをゼロ戦で応用してみたんですよ。あれが一番安全ですよ。生かせるんですよ。それまで得得するパイロットになると楽しいんだけど、見つかると怒られちゃう。他の仕事いっぱいたくさん着艦してますから、失敗したら一気に済まないんですよね。だからやられちゃって怒られちゃうから、あんまり進みませんけども。そうですね、砲所ってやつがあってね、別府湾から年で常駐してて、それで太平洋で出るんですよね。母艦そのまま16ノットのスピードを保ちますから、だから割と簡単ですよね。造船がこう風向きに乗って降臨でしょ。だからね、やってみるとね、市場へ降りるようなね、
僕はのが楽だったね。でも、こぼれた人もいますよ。二人。こぼれててね、こう、僕はがでしょ。こう言ってね、楽にしょぐれちゃうんですよね。割とこういうほら、あんなんでしょ。神戸にこういう三角のなんかね、そう合わせてくればね、だいたいこう、周りの中に降りますよ。だーってね。まあ我々海軍のパイロットって特に操縦者はですね、艦隊勤務をやらなければ一人前のパイロットじゃないとまで言われたほどでね、究極の目的は艦隊母艦の上が発着艦すると、そういうことですから、常に陸上でもね、もう本当に着艦のつもりでやってましたから。どんな船でもね、発着艦にはそんなに、苦労しなかったと思いますよ。特にゼロ戦とか、まあ96戦になりますとね、柳条とか、宝鐘ね、ああいうとこはちょっと、小さくて難しかったみたいですけれども、もう総力クラスになればね、ゼロ戦で十分。楽な着艦できましたね。特に昇格墜落になると私も降りてみましたけど、まず楽ですわ。赤い加賀の方がちょっと艦尾の気流がなんか不安定なような感じにしましたね、船の構造から言ってね。ところが蒼龍、飛龍、昇格墜落なんていうのは本当に真っ平らな一枚看板でね。気流も良かったし、着艦しやすい船でした。ベテラン搭乗員は機体を体の一部のように操っていた。ゼロ戦の補助翼はフラップの端から翼端まであり、非常に長く作られている。これも旋回性能を良くするための工夫だが、操縦桿は重くなる。戦闘態勢に入ると左手は機銃発射レバーがあるスロットルを常に握りしめ、操縦桿は右手だけで操作しなければならない。操縦桿の重さを軽減するため補助翼には固定タブが付けられているものの、やはり高速になるとかなりの力が要求され、舵の効きも悪かった。そのためアメリカの戦闘機は高速で逃げるよう指示されていた。また急降下からの引き起こしは天下一品だった。これもゼロ戦がエンジンのパワーや機体の大きさの割に軽く作られていたからに他ならない。しかし強度ギリギリまで骨組みや外板を薄くし軽量化したことで大きな欠点が生まれてしまう。機体が急降下に耐えきれなかったのである。そのためゼロ戦の急降下には速度制限が設けられていた。補助翼が高速になるとね、動かないって言うんです。ゼロ戦の場合もね、高速で引かないっていうのがあるんですね。で、スピットファイアもだいぶ下がらなかったんですけども、日本はね、最後まで気づかなかったんですけど、アルミで貼んなきゃダメだったんですね。切れで貼っとくとね、こう痩せちゃうんですよ。痩せるとね、舵を動かすのにうんと力がいるようになるんですね。で、そういうこともあって、みんな戦後は金属になってるんですけどね。空戦性能は上でも急降下スピードに限界があったゼロ戦。これに気づいたアメリカ軍はゼロ戦を攻撃するための戦法を考え出した。それが一撃離脱戦法。ゼロ戦に撃墜されないための最善の策だった。パワーと頑丈なボディを持ったアメリカ軍の戦闘機は重力に逆らうことなく急降下速度を増すことができた。昭和17年6月5日、日本海軍は予定通りミッドウェー作戦を決行した。しかしこの作戦はアメリカ軍によってすでに暗号が解読されていたため、アメリカ機動部隊とミッドウェー沖で対峙することとなった。
攻撃隊は南雲中将率いる第一機動部隊の空母4隻。この作戦にはミッドウェー島に進出する予定だった第6航空隊のゼロ戦21機も参加しており、各空母に分散されていた。一方、迎え撃つアメリカ艦隊の空母はエンタープライズ、ホーネット、それに珊瑚海海戦での損傷を3日間で応急修理をしたヨークタウンだった。ここまで連戦連勝で勝ち進んできた日本軍はこの時完全に気が緩んでいた。あの横須賀の町でね、飲み屋行くと、今度はミッドウェーだそうですねって芸者さんが言うんだから、これはひでえもんですよ。で、前の日にもちゃんと向こうの飛行機がね、直接してるんですよね。それでも平気で育ったたった言うんだから、あれと同じですよ。セイロン島、セイロン島もそうですよ。前の日飛行艇にも見つかってるんで、それは我々落としたけどもね。だから当然もう電信で撃ってるはずです。それでもどん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 そば行くんだから。日本軍の動きをつかんで待ち構えるアメリカ軍、そうとも知らず南雲艦隊からは第一次攻撃隊108機がミッドウェー島へ向けて次々発艦した。途中待ち受けていたアメリカ軍戦闘機 F4F ワイルドキャットなど30数機とゼロ戦隊36機は空戦に突入、そのほとんどを撃墜した。そして予定通りミッドウェー爆撃は実行に移された。もちろんアメリカ軍基地にあった航空機はこの時すでにほとんどが離陸し、洋上の日本艦隊の攻撃へと向かっていた。結局日本の第一次攻撃隊はミッドウェー島を爆撃したものの戦果は不十分だった。そのため攻撃隊の指揮官友永大尉は旗艦赤城に第二次攻撃の要ありと打電した。敵空母がいないと判断した南雲中将は艦攻艦爆に装着していた艦船用の魚雷や爆弾を陸用の爆弾に並走転換するように命令した。すでにミッドウェー基地から飛び立った B17、15機を含むおよそ40機の攻撃隊は上空直営のゼロ戦隊にそのほとんどを撃墜されていた。しかし指揮系統の混乱が待ち受けていた。遅れて飛び立った索敵機から空母発見の報告が入ったのは並走転換がほぼ完了した時だった。南雲中将は再び艦船用の爆弾と魚雷に並走転換の命令を下すが、アメリカ軍空母から飛び立った攻撃隊は目と鼻の先に迫っていた。飛龍に座礁していた航空作戦の専門家である第二航空戦隊司令官山口多聞少将は現装備のまま攻撃隊直ちに発進せしも正当と認むと赤城の南雲中将に発光信号を送った。しかし南雲中将はこれを無視、命令を変更しなかった。やがて4隻の空母が並走転換で大混乱している最中、アメリカの攻撃隊が飛来、直営隊のゼロ戦が雷撃機を迎撃するため低空に集まっていたことから、遅れてやってきた急降下爆撃機ドントレスが上空からの奇襲攻撃に成功してしまった。まず加賀がやられ、次いで蒼龍が、そして赤城がたった2発の爆弾を受け、瞬く間に炎に包まれた。飛行甲板上に並べられた並走転換中の爆弾や魚雷が火災を誘発させたのだった。最初に艦爆隊ですね、ドントレス、それが最初に来る予定だったらしいんですね、発艦して。ところがそれがなんかちょっと迷っちゃったかどうかして遅れちゃって、
雷撃隊の方が先来ちゃったらしいですね。だから我々は見たところがその下張ってくるんですよ、雷撃隊ね。これを盛んに攻撃やってたんですね。そしたら、だから上そのドントリスが来てるわけです。それを知らないんですよね。だから向こうの魚雷は一発も当たってないはずです。ところがその時に上にドントリスが来てて、このドントリスにうまく命中させられてしまって、ああいう大刺激を受けたわけですよね。それでも山口多聞少将座上の飛龍は無傷だった。早速艦爆隊18機、艦攻隊10機を発進させ、敵空母の攻撃へ向かった。その結果、ヨークタウンに爆弾3発、魚雷2本を命中させ、大破させることができた。しかし飛龍を探していたエンタープライズから14機のドーントレスが発艦し、ホーネットからも16機が発艦した。雷撃をほとんどやって、最後にドントレスと空戦をやりまして、やっぱりドントレスからもう撃たれましてね、自分の飛行機もダメになりました。それで降りるところはもう飛龍一貫しかないもんですから、飛龍に着艦して、そしたところは私の飛行機がもう使えないということで、海に捨てられてしまったわけです。最後まで戦い続けた飛龍であったが、ドントレスおよそ30機に集中攻撃され、大火災を発生、航行不能となり沈没した。ミッドウェー海戦で日本海軍は初めて大敗北を喫した。上空直営のゼロ戦隊は着艦する母艦を失ってもなお燃料がなくなるまで戦い続け、敵機百数十機を撃墜している。ゼロ戦に関しては一方的な敗北とは言えなかった。しかしこの戦いで多くのベテラン搭乗員と航空機を失ってしまった。時間は何時間経ったか知りませんけども、下の格納庫の方から一つ一機ゼロ戦が、寄せ集めのゼロ戦ができたという報告が飛行長のもとへ届いたわけです。そうしたところは私がそばにいるもんですから、飛行長がすぐお前すぐ上がんなさいということで、で私はその飛行機に、艦長の前から発艦したんです。ところがね、もう飛行機に乗ってみたらもうそこで海がすぐ近くで、果たしてこれは罹患できるかなというふうに思ったんですけども、もうそんなこと言ってる場合じゃないもんで、整備員にもしっかり捕まえてもらっていて、オーバーブーストまでやって、ほで走らせたらすぐもう客を引っ込めの操作をやりました。どうやら船から離れてザーッと進んでいって、これは落ちるかなと思ったら、それでもそこで浮力がついてどうやら上がりましたね。ほんで約500のくらい高度を取った時ですか、後ろを向いたらその時飛龍がボーンと命中食ってね、やれば終わりだなと思って、それでもまだ向こうの飛行機が来るもんですから、それをやらないと、他にまだ船たくさんいますからね、やられるもんで、それを夕方まで追っかけたり撃ったりしていたところが、もう燃料もなくなってくるし、順に暗くなってくるし、でこの時間に駆逐艦の脇に着水したんです。そしたら駆逐艦がそばへ寄ってきて拾ってくれる寸前まで行ったんです。そしたら上に B17 の編隊が来たもんで、駆逐艦が反転して逃げちゃったんですよね。それから4時間、約4時間漂って、ただボカッと浮いておりまして、真っ暗になってから7時過ぎですか、前の駆逐艦がまた戻ってきて、で拾ってくれたんですが、その時の状況ですとね、もういっぱいパイロットばかじゃなくて、船が母艦が沈んで浮いている人がいっぱいいたわけです。だからそれをね、随伴の駆逐艦がみんな夜拾って歩いたみたいですね。ミッドウェー作戦と合わせて
アリューシャン方面への作戦も同時に決行された。この作戦が今後のゼロ戦の明暗を分ける戦いになるとは誰も予想だにしていなかった。アリューシャン作戦の中心となった第二機動部隊の空母は小型の龍城、そして竣工間もない商船改造の巡洋の2隻のみだった。ところがアリューシャン方面は濃霧に包まれ、6月3日に予定されていたダッチハーバー攻撃は翌4日と5日に変更された。雲の切れ間からダッチハーバーのアメリカ海軍基地を確認、攻撃に成功した。この作戦で古賀忠義一匹操のゼロ戦21型が地上砲火によって被弾、古賀は帰投不能と判断し不時着地点の悪炭島に向かった。彼が着陸に選んだ場所は湿地帯で、脚を出したゼロ戦は着地と同時にひっくり返り、古賀は首の骨を折って即死した。およそ1ヶ月後アメリカ軍が古賀機を発見、連合国軍が喉から手が出るほど欲しかったゼロファイターそのものだった。昭和17年8月12日、この機体はアメリカ海軍航空隊アナコスチア基地に運ばれた。復元後、飛行実験を海軍のジョン・スミス・サッチ大尉が担当し、陸海軍の航空隊及び民間の技術者やパイロットにも公開された。その結果、アメリカ軍が使用しているどの戦闘機よりも運動性、操舵性がはるかに勝っていること。1000馬力程度のエンジンにもかかわらず、速度上昇力が優れていること、重武装にもかかわらず軽く、航続距離が最大1800マイルにもなることなど、日本の航空技術が今まで考えられていた模倣一点張りではなく、極めて非凡で独創的な研究がされていることが分かり、改めて評価を見直さざるを得なかった。主翼の強度不足により急降下速度制限が低いこと、防弾と安全装置が不備なこと、高高度性能が悪いこと、高速では補助翼が重すぎて横転が遅いことなど、ゼロ戦の持つ弱点のすべてが白日のもとにさらされた。テストをしたメルビン・C・ホフマン大尉は、ゼロ戦は高速時左方向に限り他のどの戦闘機よりも早くロールする性能があると指摘していた。これはゼロ戦が最も得意とする左方向のひねり込みを見事に指摘している。メルビン大尉の報告書では、これらの結果からゼロ戦と格闘戦を試みてはならない、時速480キロ以下でゼロ戦と戦闘に入ってはならない、低空で上昇に移ったゼロ戦を追尾してはならない、現状ではゼロ戦に対等に戦える戦闘機はなく、その開発が急がれる、などと結論付けられている。これによって連合国軍はゼロ戦に対する新たな戦い方を模索していった。なぜゼロ戦はこれほどまでに強かったのか、それは性能面の数値だけでは決して言い表すことはできない。まさにゼロ戦の性能は神秘そのものだった。それがゆえに世界最強の戦闘機としてゼロ戦は永遠に人々の心から忘れ去られることはない。